東京朝8時出ました。4時です。何時間かかったの。1人呼んでます。来た来たよ、ほら電話してんじゃん。今日はね、売れない芸人呼んでますよ。ぜひね、見てるのかな。見てる。来た来た。来た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 。お疲れです。本当に来たんすね。なんすかここ。おせえよ。なんだどこなんすかここ。寂しいからさ。寂しいからさ。名古屋から3時間っすよ。名古屋から3時間ですよ。いきなりカメラ回して。ごめんね。仕事じゃないんだけど。仕事じゃねえのかよ。まあまあでも、自分へどこでもついてきました。火の中、水の中行きますからね。来た、来た、来た。あんまり自分を舐めんでください。で、何やるんですか。前言ってたじゃん。サーフィンなんて簡単だよって俺に言ってたじゃん。ね、それはもうそろそろ変えてった。俺はちょっとマインドからこうお前をコントロールしてるから。まず舐めてんだろちょいね。まあぶっちゃけできるんじゃねえかなみたいなところあります。すいません。カチーン。まあまあまあ、まずね、僕はね、あのロードサーファーの称号を求めて今日本中旅してるんだよ。はい。それで君はね、こんな高山の駅までね来ちゃったんだよ。来ましたね。3時間、名古屋から3時間、名古屋まで3時間。でもね、俺ね朝8時出たんだよ。今4時じゃん。はい。うん、一人で運転してんだよ。意味ある？ここまで、うん、それってすごいなって。何がすごいって、多分これ一番すごい。でもよく来たじゃん。そのね、その誠意は買うよ。はい。だから君に僕のロードサーファーやサーフィンについて少しずつ教えられたらいいと思うよ。はい。いいじゃん。笑い芸人だってサーフィンできたらかっこいいじゃん。ねえ、みんなそう思いますよね。まあ、そうですね。いいじゃないですか。俺いいと思うよ。でね、俺ちょ、はい、ちょっと結構ね、こういいし、こうなんか斜面見つけて、斜面わかるか？斜面だぞ。はい。どんな斜面でも波に見えんだ俺は。ちょっと妄想癖が強いってことですか。そうと思うよな。そうと思うな。ちょっととりあえず行ってみようぜ。まあ返さねえからよお前はよ。2日間ぐらい空いてんだろ。自分は365連休の24時間営業っすから。あ、そう。じゃあ行くぜ。ブブーン。ああ、はい、来たぜ飛騨高山。はい、ここまで熱くなれるスポーツがあるか。俺はそう思います。やばい、見てくださいアルプス。こんなとこまで来ちゃいましたよ。さあ、それで先ほど強制的に僕は一人の弟子を従えて、お笑い芸人を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 サーファーにするんだ。やりすぎかな。おいおい、はい、どうだ、笑いちゃう。やっぱり自信ないっす。何もやってねえじゃんお前。怖いっす。やるぞ、いいか。寒いっす。教えてやる、来い。雪が積もって。またこれからだ。やぶない。はい、というわけで、冗談さておき、チョコバラテレビのサーフィンチャンネル、このロードサーファー企画、そうですね、地球環境問題もみんなで、あのロードサーファーみんなで取り掛かろうではないかと、まあそういうあれもあるんですが、今日はこの飛騨高山まで僕はロードサーファーの称号を探しに旅に出ました。それでですね、
呼びました、一人だ、あんなんでサーファーじゃないんですけど、まあ、ね、はい、自己紹介して、まあ、はい、眼力の大好きです。なんかですね、近くないですか？いや、なんかサーフィン、スケートボードスケボーっすか、スケボー俺もやるチェス。まあ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 、こんなね、ふざけてられんのも今のじゃと思いますよ。じゃあ、高田が板に乗るだけじゃないですか。タイヤについてる板に乗るだけじゃないですか。お前、全国のロードサーファーを敵に回したいわ。やってやりますよ。じゃあやってみろ、はい、じゃあ持ってこい、移して、さあ来い。